ラピラに恋して委員会が企画したラピラに恋するスタンプラリーが1月31日終了しました。本庄のソウルフードの一つラピラを提供する店を巡る企画は、本庄市出身のアンゴラ村長がラピラ大使に就任し、昨年9月1日から今年1月31日まで5ヶ月にわたって実施されました。学校給食に出るまで頑張ろうというのが目標だったと話す委員会メンバーらは、1月22日市内にある本庄上里学校給食センターを訪れ、調理室などを見学した後、ラピラがメニューに入った給食を試食しました。今回のだから店舗店でも美味しくなってくるんだ。色はケチャップ。ケチャップです。子どもたちも知ってて食べたことあるかも知らないこといて、本庄市名物納豆ピザライス、略してナピラ、学校給食に出たということで、学校給食に出るぐらいまで頑張ろうよっていうのが目標だったんですよね。1月の給食メニューを担当した栄養教諭の黒岩実さんは、また今後も出せるように頑張っていきたいなと思います。以上、本庄経済新聞がお送りしました。